お正月に実家戻って家族とね話した時にちょっと聞いたことがあるんですよね。おばあちゃんとお母さんに、俺って YouTube で一番嫌われとるんやけどどう思うって聞いたんですよ。 YouTuber の嫌われ大賞で2017年僕1位取ったじゃないですか。今近くにそうあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここねトロフィーあるんですけど、これね嫌われ者大賞ね取ったんですけど、どう思うって聞いたんですよ家族に。そしたら結構衝撃的な言葉返ってきて、一番ならすごいやんって返ってきたんですよ真っ先に。まあまあまあ確かになとは思いましたけど、まあ俺もそうやって言いますけど、嫌われても一番やからいいやんって言いますけど、家族がそういう風に言ってくると思ってなくて、やっぱり嫌だと思うんですよね。自分の息子とか孫が YouTube で一番嫌われてるって普通嫌だと思うんですけど、でもそうやって返してくれたことは俺にとってすごい嬉しくて、その後にまあ俺と前田さんに向かってね、あんたらが毎日ねバカみたいに頑張っとるの知っとるから家族にとっては誇りやでっていう風に言ってもらえて、正直迷惑ばっかりかけてきたんですよね。今回の炎上で実家にも被害はありましたし、関係ない僕と関わってくれてる本当に何も関係ない人にも被害が出て、本当に迷惑しかかけてないけど、そうやって言ってくれてすごいね嬉しかったです。こんな感じでね、今回の方がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ伝えてください。チャンネルファンクラブやってますので、また見てください。